身に刻む真理。しかし倒しても倒してもキリがないの。
これ名前知ってますか？メリナス様！お願いだ、彼女を助けてくれ。立場に縛られて私は…私にも何も言ってくれないのね。
リアが死んだのも運命というのか。父や多くの仲間が戦死したのも運命と言えるのか。自分が今ここにいるのも運命の賜物なのか。アサカと出会ったのも。一緒に行きましょう。
女を悲しませるだけなんだし。
本当にそれでいいのか。言葉が見つからないんだ。僕には何も言えないよ。我々が人間に対して何もできないと思っているのなら、それは間違いだ。え？人の死は残された者にとってその絆が強ければ強いほど、残された者が弱ければ弱いほど、痛いほど心を縛りつける。わからないのか、彼女の思いが。時が止まっているのが、お前が彼女を殺しているのも同然だということが。だからといって飾る必要などない。自分ができることをやればいいのだ。私は恋を司る天使ではないのに。